はいそれでは今回は整数分野 6x の2乗引く 4xy+y2 プラス y 乗イコール9この方程式を満たすような整数 xy の組これを全て求めるということを目標として説明をしていきたいと思いますまずは簡単に確認をしたいと思います2乗引く2乗の形であればこれ因数分解を利用するんでしてよね そしてかけて75になる組み合わせをこのように表の中で埋めていって加減法の考え方を使って文字を消去するんでした1番と2番を足して 2x それから2番から1番を引くことで 2y が出てくるで表の中は、はい、この 2x の右側に来るのは当然これは1段目と2段目を足したものですね3と25を足して28と 2y の右側に来る数字、これは2段目から1段目の数を引いたもの。で、当然、この y というのは今回、自然数。自然数を求めるということであれば、マイナスになることはないはずなので、右側3つは消されると。除かれるということですよね。そして、この 2x と 2y の値を 2でどんどん割ってやれば、x と y も出てきますよ。ということで、計算を機械的にね、求めることができました。はい。x と y。この3組が答えということで出せましたよね。では、次のような方程式であれば、どうやって解けばいいですかね。今度はここがプラスになってますよ。ね、さっきみたいに、 か,っこかけるかっこ、因数分解を利用して、このような形に直して、表を作って解いていこうとしても、これ、因数分解がね、そもそもできませんので、解くことはできないですね。じゃあ、どうやってやるのか、何が必要なのかっていうところからまあ考えていくと、突破口になるんじゃないですかね。何が必要かを考えるためには、まあ 明らかにダメなパターンを考えるというのも1つの手段ですこれ、x と y にはどんな自然数でも入るのかというと、まあ、もちろん違いますよね例えば極端な場合 y=10 という極端な場合を考えます何が極端かというと10を2乗すると100なんで明らかにこの40を超えちゃうんですよねそうすると x は出てきませんよね なぜかというと、9x の2乗がマイナス60になってしまうからです。じゃあ、マイナス60だと、9x の2乗はなぜ出てこないのか、x の値はなぜ出てこないのか。ということは、これは x が実数だからですよね。自然数であるということは当然、実数の中に含まれているわけですから、実数は2乗すると必ず0以上です。 この関係は実数条件とも呼ばれますね。はいまあ、いずれにせよ、9x の2乗は0以上でなければいけませんので、y に入れる値も 9x の2乗が0以上になる範囲ということですね。x は実数ですから。そうすると40、4 0く y 2乗が0以上になるような y でなければいけないと。 いうふうに言えるわけですね。よって y2 乗は40以下である。40以下になる自然数を考えるということですから、これはだいぶ絞り込まれますね。この1から6までの6個、この6個に絞り込まれます。あとは、まあ、ちょっと面倒ですけれども、1つずつ元の式に代入してやって、x を計算して、自然数になるかどうかチェックすればいいですよね。 うん、ところで、ですね、えー、こちら今、9x イコールとしてやりましたけど、まあ、当然 y 2乗イコールにしても同じ話ができますよね。えー、なぜならば、y は自然数ということで y は実数ですから2乗したら必ず0以上でなければいけないわけです。ということで x 2乗の条件は9分の40以下ですね。 これ、対分数に直すと、4と9分の4ということですから、えー、x は1か2ですね、えー。もう3は取れませんね、これね、はい。ということで、実は上のパターンよりもだいぶ絞り込まれます。ねはいえーまあ、上手にやると、手間も少なくて済みますよということなんですね。うん、いずれにせよ、 範囲の条件から解の候補を絞り込むことで解くことが可能になるということですね。この範囲の条件というのは、この問題の場合であれば、実数条件を使ったということです。二乗されたものは0以上になるはずなので、その0以上になるという不等式の条件を使って範囲を絞り込みましたよということですね。 では、答案を作っていきましょう。丸1として、1の両辺から 9x の2乗を引くことで y2 乗イコールの形に変形します。で、次に考えることは、y は自然数である前に実数なので、当然、実数が満たす条件も満たすはずですよということなんですよね。 まあこのように条件をですね、ちょっと緩めることで、解の候補を絞り込むという考え方がとても大事だということですね。はい。この場合、y が実数であるための条件というのは、2乗して0以上でなければいけないということですね。ということは40、40-9x2 乗も0以上でなければいけない。なので、 自然数 X は、この不等式を満たす範囲の自然数でないといけないということですから、だいぶ絞り込まれるということですね。はい。X は自然数なので、1と2以外はないですね。3を入れてしまうと、2乗すると9ですから、超えてしまいますよね。4と9分の4より大きくなってしまいます。なので、もう1と2しかない。 ないわけですその1と2だけを調べればいいので、はい、x が1の時この元の1の式に代入して実際に y を求めてやればいいですね。1から y 乗は31と分かります。ということは y はプラススマイナルート3 1ですから明らかにこれはもう自然数ではないですよね。 はい、そのことを書けばいいですね。条件を満たさないので、買いなし、まあ、不適という言い方もできますよね、はい。x が2の時であればどうなるか。この場合は y2 が4ということになりますね。これ、2の2乗で4で9かける4で36ということで y2 乗は4でなければいけない。ということは、y はプラスマイナス2と。 いうことなんですけれどもねこの二次方程式を解いてやることで出てくる y の値はこの2つです。ですが今回 y は自然数なので y イコール2だけを採用しますよということで以上12から求める x と y は2と2の組み合わせであるということが言えるわけですね。 それでは例の7番いきましょう。カッ2が目標とする式でしたね。まずはね、カッ1番からやっていきましょう。丸1番のタイプ。このように x と y2 つの弦が使われて2次式、2弦2次の方程式ですね。このような式が出てきたときにまず考えなきゃいけないのは、この赤枠の中が因数分解できないかということですよね。因数分解できれば、 えー、表を作って埋めていけばいいんでしたよね、はい。ところがですね、これ因数分解できないんです。括、え、弧、ー、か,かける括弧イコール整数の形に直すことができません。じゃあどうしようかということで、他に解き方、えー、やりましたよね、えー。他にやったことといえば、二元二次の不定方程式の中で、この二乗プラス二乗の形。 ね、2乗プラス2乗イコール整数の形このタイプの問題も解きましたよねこの形に変形できれば解けるんじゃないかということで、まあ、ある程度、ね、経験がものを言うところはあるんですけれどもこれ x の2乗があって 2xy があってでこの 3y2 乗ってことは y2 乗を1つ含んでますよねなので1つ y2 乗を借りてきて x2 乗プラス 2xy プラス y2 乗プラス 2y2 乗と見てやることでこのように変形することが可能ですねこのように変形した理由というのはこの形に直したいからということですよえこれでまあ一応変形できたということでじゃあこちらの x2 乗プラス y2 乗イコール k えーこのタイプはどうやって解いたか 確認ですよ。解の候補を絞り込んだんですよね。で、どうやって絞り込んだかっていうと、実数条件を使いました。ね、x と y が自然数であるということは当然、実数でもあるので、2乗したら0以上にならなければいけませんよねということを使って、範囲を絞り込んだんですよね。はい 今回もそのようにします x と y は実数ですから、ね、もちろん自然数なのでと書いて構いませんからねよって x+y は実数になるしたがって2乗したものも実数なので0以上になるはずですねということで1 7 2 y 2乗大なりイコール =0 という不等式を得ることができます。 この不等式をね変形することで y2 乗は2分の17以下と分かりますので y は自然数ですから1か2しかもうないんですね3を取ってしまうと2乗したら9ですから超えちゃいますねはいなので1の場合か2の場合をそれぞれ場合分けしてやって解いてやればいいということでまず y が1のとき これ、丸1に代入しますと、x2 乗プラス 2x-14 イコール0という式が得られますで。あとはこれをね、解いてやるんですけど、これ、解の公式使わないと出てこないんですね。ということで、x は自然数なので、この場合は答えが出てきませんよと、ね。不適という言い方をしますよね。はい、そしてもう一個、y が2のとき。これも同じように丸1に代入して、 今度はあ因数分解できます。で、x は自然数ですから、え1ですよねえ。x プラス5が0になるような自然数はありません。えということで、以上、1、2から、はい、求める答えは1と2であるということが分かりますねということです。はい、では、いよいよ、カッ2番です。 えこういう問題ですね、えー、まず考えることは一緒ですね、えー、因数分解できないかなと思って組み合わせをいろいろ考えてみましょうところがこれもねやってみると分かりますけどできないんですね、えー、ではどうしようかということで2乗プラス2乗の形に直すことを考える、えー、ただですねこれ左側が 6x の2乗なんでえなんかこう括弧の2乗にするにしても うまくいかないですよね。ですが、こちら右側、y の2乗、そして真ん中が -4xy ということで、まあ、x2 乗がうまく使えないのであれば、y2 乗を中心に考えてもいいということです。えー、-4xy プラス y2 乗ですから、-2x 括弧の2乗が考えられますよね。えっと、その代わり、これ、4x の2乗が余分に出てきちゃいます。 だからまあ引いておけばこの赤い部分一緒ですねこの部分がねはいで 6x の2乗がありますからこれも当然つなげてやるでイコール9であるということで丸1の式はこういうふうに変形することが可能だとでこの部分ですけれどもマイナス 4x の2乗プラス 6x の2乗ですからね 2x の2乗ということですよね。はい。で、丸1ダッシュの形に変形できる。ということで、あとはね、えー、実数条件を使って解の範囲を絞り込んでいけばいい。はい、x と y は実数なので、まあ、自然数なのでと書いてもらっても一向に構いません。えー、y-2x も実数である。ということで、えー、2乗したらこれは0以上じゃなきゃダメだよと。 ということで、2x2 乗小なりイコール9という不等式が得られます。あとは、x2 乗は2分の9以下ですから、この式を満たすような自然数、x を考えるということですね。そうしますと、これ、x は1か2しかないんですね。あとは、場合分けをして、それぞれ y の値も求めていきましょう。 x が1のとき、丸1に代入することで、えー、これ y は2プラスマイナスルート7という結果が得られます。これはもうね、当然自然数じゃありませんから、ね、不適ですねと、買いなしですねということがわかります。そして、今度は x が2のとき、x が2のときであれば、えー、今度は y2 乗引く 8y プラス15イコール0で、これ因数分解できますね。 はいで y、は自然数ですから3と5これ両方とも値が取れますねよって以上12から、えー、xy は23または25の組み合わせでこの括弧の式が成り立ちますよと方程式が成り立ちますよということですね。 説明は以上です。ご視聴ありがとうございました。